ハロー YouTube 声量界をぶっ壊す声重信です。今これを見てくださってる視聴者の皆さん、何にハマっていますか？そうですよね、ラーメンですよね。このラーメンについてちょっとお話したいと思います。とは言っても僕もそんなにラーメンは食べる方じゃありません。食べたとしても月に1回あるかどうかぐらいのレベルです。好きな人は本当に週に1回とか週3回とかラーメンを食べる方が僕の周りでもいらっしゃるんですが、そんなに月1回も食べていない僕が何を紹介するか、店舗を紹介するわけではありません。ラーメンと車の依存関係って似てないのかと、そこをちょっとお話しします。ラーメンって僕の中ではある意味麻薬なんですよね。ドラッグ、麻薬状態に陥ってしまうこのラーメン、やっぱり麻薬は摂取し続けないといけないんですよ。抜け出せないです、そのループから。ラーメンも同じように、あ、やばい、ラーメン切れてきたわ、ラーメンそうそう行ってこなくちゃまずいなって言って、みんなやっぱりラーメン屋さんに行くんですよね。揚げ句宛てに本当に清めた人だと、やっぱり自分でラーメンを作り始めたりしますよね。あの麻薬も一緒なんですよね。やっぱり足りなくなってきたから大麻を自分で育てたいっていう風になってきちゃう、その辺の依存性。車ってなんかそんなに依存性なさそうに感じるじゃないですか。いやいや待ってくださいと、実は車ってやっぱり依存性がめちゃくちゃ高いんですよ。これは依存性って言っていいのかどうかわかんないんですけども、車に乗らないとどこか行けない、車に乗らないと何かやっぱ達成できないっていうものがあるじゃないですか。いやそれは公共交通機関がないからでしょ、電車とかある人だったら別にそれはいらないじゃんって思うじゃないですか。じゃあなぜ都心部でも車の台数が減らないのか。そう、皆さん結構勘違いされるんですけど、車大国なんて言われてるね、群馬県とか茨城県栃木県なんかで車が多いイメージあるじゃないですか。で実はね、あの車の台数でいけば東京と埼玉が競い合ってるような感じなんですよ。まあ、ギリ埼玉は何となく分かるけど、東京ってあんまイメージなくないですか。だってあんだけ公共交通機関がいっぱいあるんですよ。でも狭いし、でも実は東京ってマジであの関東で1、2争うほどの車の台数を保有してるんです。まあ東京登録だから地方にもしかしたら車が行ってる可能性もなきにしもあらずなんですけども、本社が東京ってだけでね。でもそれでもそれだけ一応登録車庫証明上でも東京都内に、車の台数っていうのは関東1、2ぐらい争うほどあるんです。じゃあなぜそれが手放せないかって言ったらば、これはね、ラーメンは食べるものだからそういう風に依存が可能なんですけども、車ってねやっぱちょっと依存の仕方が違う。どちらかというとインスタ系キラキラ女子がハイブランドの洋服とかバッグを身につけたりするような、あんな感覚に似てんじゃないのかなって僕の中では思っています。あれをもっと薄くした感じ、なんか敷居を下げたような感じです、車って。やっぱさすがにね、都心部のいいところに住んでる方なんて言ったらば、ちょっとスズキとかダイハツどうなのみたいな、少し笑われてしまうところもあると思うんですよ。最低でも食らうんでしょみたいな、なんかそういう地域、これ完全に僕のイメージですけどね、地域性もあると思うんですよね。なんかそれ海外もそうだけど、やっぱり年収というかやっぱ世帯年収高いですから、東京とかそっちの方だと。その中でやっぱりその車の依存性っていうのはやっぱそういう、なんだろうな、どちらかっていうと食べる依存ではなく、食べる依存的なものではなくて、所有欲みたいなイメージの方が強いかもしれないですね。そういった意味での依存性、なんか似てると思いませんか。まあ、ラーメン食べられるけど車食べられない、でもなんかその所有することによる依存性っていうのは結構高い。いやブランドのバッグの方がなんかそれに近いんじゃないって言われれば、いやそうかもしれないけども、ラーメンもそうなんだけど、土地柄ってあるじゃん。ラーメン、ごめんなさい本当にラーメン初心者で申し訳ないんだけど、プロラーメンの方から比べればもう本当にヘみたいなカスみたいなもんなんですが、ラーメンってやっぱり地域性っていうものは存在すると思ってる。やっぱその住んでる地域地域でやっぱりそこの名産にしているものを使ったラーメンっていうのが多いはずだから、だからそこのラーメン屋っていうのは行ける、食べれば何かしらその地域性が見えてくるものがあると思うんだ。ただまあこれを車で置き換えると、田舎に行けば軽トラあるよねみたいな感じなんですよ。まあ、そういう依存性が結構ラーメンと車って似てるんじゃないのかなと思いました。うわー、何の取り留めもね、こんな話聞いてクソつまんないでしょ、つまんないです、自分でも話してそう思う。といったところでね、
突然ですが結構な動画で言ってます僕、ステルスプレゼント企画。さあ、今回ちょろっと出します、こちらですね、まあ当然新品でございます、スズキの、サイズ LL のジャンパーでございます。少し厚手のね防寒のやつでございます。はい、見てください、スペーシアベースっていう車があるんですけども、その、オリジナルの、ジャンパーでございます。こちらを、抽選の1名の方に、プレゼントさせていただきますので、どしどし、僕の X もしくはインスタの DM で応募してきてください。まあ、内容ですね、お名前、住所、電話番号、この辺は当たり前なんですけども、僕の動画を見てくださった方、ちゃんとねコメントを残していただきたい。整備士重信に対してのコメントを添えて送ってください。あ、言い忘れた、キーワードございます。キーワードはラーメン車でございます。ラーメンカタカナ、車は漢字、ラーメン車。こちらのキーワードを添えて X もしくはインスタの DM に DM を送っていただければと思います。でこの応募期間なんですけども、基本的にはあの動画公開から10日間ぐらいで考えております。この動画が公開されてから10日以内、まあ10日後ですよ、まあ、例えばですけどこれが発表されたのが1月1日だったらば、1月10日の23時59分までの DM 受付とさせていただきますので、気になった方抽選1名でこちらプレゼントいたしますので、どしどし応募お待ちしております。よろしくお願いします。まあ、発想を持って結果とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。といったところで、まあ、エンディングになるんですけども、まあね、僕ねラーメンでもねやっぱりさっき月1回ぐらいの頻度しか食べないよって言ってるんですが、あの栃木県の宇都宮市で僕のおすすめのラーメン屋さんがございます。そのラーメン屋さんが何ていうところかっていうとですね、王様のラーメンっていうところだった気がしやす。ごめんなさい、ちょっと あのねはっきり覚えてない。王様ラーメンかな、ね、乗ってねえな。あー乗ってない、ここには乗ってないぞ。ちょっと困ったな。そう、乗ってないからおすすめできるかなと思うんですよ。一応これ雑誌的に、栃木のうまいラーメン、これが2000、これいつのやつだっけな、これ今年バージョン2024年ですね、最新版っていうことで、書いてありやす。でもそこには、今見たけど載っておりませんでした。栃木県宇都宮市八千代にあります、王様ラーメンかな。今ちょっと調べていいですか、ごめんなさい。そこのラーメンのね何が美味しいんですかってね、ああったごめん、麺エイ王様の麺ネイ、麺エイだ、ごめん、麺エイ王様のラーメン、麺は麺って書く、エイがねちょっとね上が栄えるっていう字の上が火になってるやつ、麺エイ書いたのかな、さっきあった気がするけど、あございやせん、ちょっと紹介しますね。はい、こんな感じです。あ、ここですね、麺エイ王様のラーメン。はい、ここのですねラーメンがなんとチャーシューが牛肉を使ってですね、赤身肉、赤ワインで確か煮込んだ、赤身肉を使ったチャーシューが乗っかってきます。そこの、塩ラーメンのこの肉トッピングみたいな感じで食べると、なんとまるで牛角にいるようでしたと、とてつもないラーメン屋に失礼なことを言っておりますが、まあ、それぐらいね、ちょっと僕結構牛肉好きなんですよ。ちょっと話脱線しますけど、最近アレルギー検査をして、なんと牛肉が杉ヒノキと並ぶ数値が出てしまいました。びっくりでした。ということで、まあ、そのぐらいね牛肉を使ったラーメンがとても美味しいんで、そこの塩ですね、時期的になるとトマトラーメンも出てくるんですけど、それも結構美味しい。もう珍しくここのラーメンは美味しくって、すでに5、6回ぐらい行ってますね。去年で5、6回来ました、見つけてから。まあ、近くでどこでもいいから探そうなんて、探したらそこあったから、しょうもない行ってみるかって言ったら、そんな感じで美味しいラーメンと出会いましたと。さあ、いい話。はい、でも、電子マネーと使いませんので、現金をお持ちになって、行ってみてください。店主はめちゃくちゃ優しいので、すいません現金車の中に置いてきちゃって取りに行っていいですかって言っても、食べた後でも快く送り出していただきました。その時僕は人質として、スマホを置いていきましたと言った、そんな話もございやすと。というところで、麺ネイ
メンネイ王様のラーメンの牛肉が乗っかった塩ラーメンはとても美味しかったでございますといったところで締めくくりたいと思います。このチャンネルグッといいねと思ってくださった方、いやちょっと待ってよ、ラーメンと車って、あそうか、そういう依存性があるんだね、いいこと聞けたと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。滑舌が悪い、それでは皆さんのラーメンライフいいものになりますように心から願っております。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイハーハ。